はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画は10月の1日からいよいよインボイス制度がスタートしました。その中の問題の一つとして、高速道路の料金についてインボイスの対応はどうすればいいのか、国税庁から9月の15日に緩和措置が発表されました。本日はそちらの緩和措置について一緒に勉強していきましょう。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっています。またビジネス書を2冊出版しております。本日の動画の内容、パンフレットなどなど、すべて概要欄からリンク飛べるようになっておりますので、ぜひ皆さん一度概要欄の方チェックしてみてください。それでは早速本日の動画、一緒に勉強していきましょう。はい、それでは本日の動画はインボイス制度、仕事で使う高速料金の対応方法について動画で一緒に勉強していきましょう。本日の内容です。仕事で使う ETC 料金、皆さん使いますよね。高速道路、経営者の方、個人事業主、フリーランスの方、ほぼ全員と言ってはいいほど使う方が多いのではないでしょうか。その緩和措置がですね、国税庁から発表されました。こちら発表は9月の15日に Q&A で発表された形になっております。こちらの国税庁からの発表、概要欄にきちんとねリンク貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、それでは本日の内容は、当初予定していたインボイス制度の対応についてと、そして今回出たインボイスの緩和措置について解説をします。そして3つ目、ここ重要です。具体的な事務作業について解説をします。高速道路とはいえですね、現金払いの時もあれば、カード払いの時は ETC カードを使う場合、3パターンあると思うんですけど、その3パターンについてインボイスをどのように対応すればいいか解説しますので、動画ぜひ最後まで見てください。そして最後、恒例のまとめ。本日このような流れでいきますので、よろしくお願いします。まずもう皆さんおなじみになりましたけど、インボイス適格請求書の4件について簡単に復習をしましょう。こちらが請求書になります。10月の1日からインボイス制度がスタートすることによってですね、こういった請求書、要件をクリアした請求書を発行しなければいけないというようにルールが変更になります。詳しい要件についてはですね、右の方にですね1番から6番上がっておりますので、再度こちら1番から6番クリアしているかご確認ください。他にも会員インボイスや返還インボイスなどなどですね、種類あるんですけど、本日はそちらの方の説明を割愛させていただきます。それでは次のスライドで、緩和措置が出る前のインボイスの対応がどうだったのか簡単に見ていきましょう。はい、こちらが今回国税庁の9月15日の緩和措置が出る前の内容となっております。クレジットカードの明細書というのがですね、 ETC を使うと出るかと思います。皆さんもクレジットカードで ETC のね料金がこちらの明細に載ってるっていうようなことがね多々あるかと思います。しかしですね、こちらサンプルで利用明細書を持ってきたんですけど、こちらのクレジットカードの明細書ではですね、インボイス対応はできないよと、つまり仕入れ税額控除はできないっていう風なルールになっております。ではどうしたらいいかと言いますと、クレジットカードの明細だけでは NG なので、個々の取引ごとに請求書や領収書が必要となる、つまり請求書や領収書の大元を引っ張ってこないといけないというような対応が基本的なルールとなっております。そしてさらにこの引っ張ってきた領収書、請求書をですね、またインボイスの要件がクリアしているのかチェック作業をしなければいけません。これがですね、 ETC の緩和措置が出る前の対応となっております。そしてこちらのカードの利用明細書なんですけど、私が出版した方のね経理説で Q&A の方から図をね引っ張ってきました。こちらの本10版決まりましてですね、もう4過ぎ目となっておりますので、ぜひ合わせてよろしくお願いします。話がそれましたが、そもそも経過措置が出る前はですね、 ETC の料金もこのクレジットカードの明細書では仕入れ税額控除ができないよというルールだったんですけども、今回国税庁から緩和措置が出ましたので、そちらの緩和措置についてこれから後のスライドで解説をしていきます。高速道路の利用頻度がね皆さん高いということと、まあいろいろな諸事情を考慮した結果、国税庁からつい最近ですね緩和措置が発表されました。1点注意点なんですけど、簡易課税制度や2割特例をそもそもね消費税の計算として選択する方はですね、仕入れ税額控除やインボイスの保存はそもそも不要となっておりますので、この後の作業はですね対応が不要となる点だけ1点お知らせを挟ませていただきます。今言った
注意点がよくわからないなって方はですね、過去に動画作ってますので、そちらの動画でしっかりと確認をしてまた戻ってきてください。それでは今回発表された高速料金の緩和措置についてです。1番と2番と2パターンあります。まず1つ目、1番から紹介をしていきます。 ETC のクレジットカードを使用した高速道路利用に関しては、 ETC 利用紹介サービスで利用証明書の保存によって仕入れ税額控除を行うことが基本というふうに発表がされました。そして2つ目ですね、クレジット会社から受領するクレジットカード利用明細書はですね、インボイスには一般的には該当しないが、高速道路の利用頻度が高く利用証明書のダウンロードが困難の時、クレジットカード利用明細書と利用した高速道路会社ごとの任意の一取引の利用証明書を合わせて保存することにより、インボイスの保存があることとするというような緩和措置が発表されました。1番の場合はですね、利用証明書の保存で OK ってことですね。これ ETC クレジットカードっていうのは ETC 専門の、まあ、カードを使っている方がこちら1番に該当します。2番目の方がですね、まあ、いろんなクレジットカード会社皆さん使ってると思うんですけど、そのクレジットカードで ETC の料金表を通過したって方の対応策となります。どちらも仕入れ税額控除が可能ですよという緩和措置になります。そして1点注意点なんですけど、ここの高速道路会社ごとにっていう意味なんですけど、こちら高速道路というのはですね、会社1社で独占しているわけではありません。これ電車の JR とイメージ近いと思うんですけど、 JR にもですね、東日本とかね、西日本ってあるようにちょっと別会社になってますよね。それと同じで高速道路もですね、ネクスト、西ネクスト、東というように分かれておりますので、高速道路会社ごとに取引の明細書を入手しなければいけないという意味合いになります。では次にもう少し図で見ると分かりやすくなると思うので図を紹介します。はい、こちら高速料金の緩和措置の図になります。こちら国税庁から発表されております。こちらですね、見ていただければ分かるかと思うんですけど、今解説したところが図になっております。利用した高速道路会社ごとに任意の一取引を利用証明書をダウンロードするプラスカードの利用明細書、この2つを合わせ技、2つを保存することで仕入れ税額控除が可能になりますよということになります。こちらね、図で見るとより分かりやすいのではないでしょうか。では次に実際のリアルな事務作業についてもう少し詳しくね、深掘りして解説をしていきたいと思います。皆さん ETC 高速道路よく利用すると思うんですけど、払い方って実はね、様々じゃないでしょうか。その払い方ごとに順番にインボイスの対応を見ていきます。こちら現金払いの時になります。この表ですね、西日本高速道路株式会社からの表になります。こちらの領収書がでカラーで一番見やすかったので、こちらの方の図表を使わせていただきたいと思います。レイアウトが変更になりますよというお知らせになります。現金払いの時はですね、変更前の領収書が左側こちらになります。そして変更後が右側ですね。こちら何が変わるかと言いますと、まあ、大きく変わるの、こう赤と青で表示されております。登録番号が記載されてですね、税率が表示されるということになります。今後10月1日以降はこのような領収書が出ますので、これでインボイスの対応をしてくださいねと。こちら記載事項要件をクリアしていますので、仕入れ税額控除可能ですよということになります。そしてこちら料金所でもらえるんですけども、もうね、皆さんお分かりだと思いますけど、再発行してほしいって言われましてもね、なかなかね、そういうことはできません。再発行が不可能となりますので、今までの領収書請求書を同じくですね、捨てないようにきちんと保存をしておきましょう。紛失もしてはいけません。では次にクレジットカード払いの時はどうなるのか見ていきましょう。こちらがクレジットカード払いとなります。こちらもですね、クレジットカードで払うとレシートのね、表記が変更前変更後というようにインボイスの対応をしてくださっております。先ほど言ったようにですね、赤と青の部分が変わりますよってことです。基本的に料金所で紙が、このような紙がね、発行されますので、この紙を持ってですね、インボイス対応仕入れ税額控除してくださいと、要件を満たしているので大丈夫ですよということになります。ただし今説明したのはですね、西日本高速道路株式会社の対応となります。どの高速道路会社さんもですね、対応しているかっていうとですね、対応していないケースなど、また一部の高速道路、もともと高速道路としてですね、クレジットカード自体の使用が NG ですよっていうような会社さんもあります。そういったところはですね、また対応方法変わってきますので、そのたびご了承ください。一般的に
クレジットカードを払った時にはですね、料金所で紙で発行されますので、そちらの方をインボイスとして保存をしておくというのが対応方法、対策方法となります。では次に、一番皆さんが多いであろう ETC のクレジットカードを使った場合について解説をします。はい、こちらが ETC クレジットカード利用の場合になります。こちらの場合にはですね、先ほど言っているように紙で領収書というのが出ません。通り過ぎただけなのに、どこで紙をもらうんだってことになると思うんですよ。そういったことを考えると紙ではもらえないので、じゃあこの ETC クレジットカードを使った場合にはですね、 ETC 利用紹介サービスというものが各高速道路会社でありますので、そちらから電子での発行になりますよということになります。ほとんどの方がですね、高速道路、この ETC クレジットカードタイプに該当するんではないでしょうか。こちらを使うとですね、他にもいろいろメリットがありますよね。土日祝日の割引があったり、またポイントがついたりということでですね、多くの方がこのサービス便利で利用しているかと思います。ただしインボイス制度が始まりますと、ちょっと面倒くさいことになりますよということで、では実際にこの利用紹介サービスの使い方、一体どこで利用明細書を発行すればいいのか、次のスライドで解説をしていきたいと思います。はい、こちらがですね、実際の ETC 利用紹介サービスの画面となっております。こちらまず一つ目ですね、トップページからログイン画面へ行きます。もう登録済みの方はですね、こちらのログイン画面をクリックしていただければですね、利用明細書が出せるようになっております。今回インボイス制度が始まることによって、初めてこの利用紹介サービスを利用する方、こちらから登録が必要になります。ではこの ETC 利用紹介サービス、利用するにはどういったものが必要なのか、こちらにまとめさせていただいておりました。こちら ETC 利用紹介サービスのホームページから持ってきております。またこちらも概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひねご確認ください。では登録に何がいるのか話を戻しますね。まず ETC のカード番号がいります。そしてメールアドレス、過去のご利用年月日、車両番号、そしてここですね、管理番号がいります。この管理番号っていうのが何かと言いますと、メーカーから付番された19桁の番号となっております。この19桁の番号、一体どのように確認すればいいのか、安心してください。きちんとこちら詳しく詳細が載っておりました。まず一つ目の方法ですね、 ETC をセットアップした時に発行される申し込み書、証明書があるはずです。これお客様の方で保存用としてもらっているはずですので、こちらで確認する方が1つ目。そしてこのね、申し込み書、証明書、捨ててしまって手元にない、もしくはどこにしまい込んだか分かんない方はですね、こちらの2つ目の方法で確認をしてください。こちらですね、機械自体にラベルが貼ってありまして、このラベルで19桁の番号が確認できる方が多いんじゃないかということで、こちら2つ目の方法として載っております。このラベルがですね、必ずね、全員の方が貼られているのかというとどうか、ちょっと私にはね、正直なところ分かりませんが、まあ基本的にほとんどの方がこの機械のところにラベルが貼ってあるということのようです。管理番号がわからない方はこの2つの方法を試してみてください。この後さらにね、詳しい利用証明書のダウンロードの方法などはですね、こちら ETC 利用紹介サービスのホームページに詳しく載っております。そしてこちらの方のリンクもですね、概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひそちらの方から見ていただいてチェックをしておきましょう。というわけで本日の動画はですね、高速料金の緩和措置について発表されたものをですね、解説させていただきました。元のね、緩和措置前だとですね、カードの明細書だけではインボイスの対応ができない、仕入れ税額控除ができないというものでしたが、今回ですね、この緩和によってこのカード利用明細とこのね、利用証明書をダウンロードすれば OK ということになりました。とはいえ、正直なところこれすらめんどくさいと思う方多いのではないでしょうか。私も個人的にですね、これを各高速道路会社ごとにするのかと思うとですね、少しうんざりしております。とはいえですね、こういった緩和措置が出ておりますので、国税庁の大元のパンフレット PDF 概要欄に貼っておきますので、しっかりと見ておきましょう。そしてこちら今リンクを貼っておきますよって言った国税庁のパンフレット
ンフレット PDF なんですが、さらに情報としてですね、運送事業者とね営んでる方のこのインボイス対応についての詳細が詳しく載っております。こちらパンフレットページね、この後2ページ目3ページ目というふうにかなり多岐にわたっておりますので、もしこの動画を見てる方でですね、運送業者関係のお仕事をされているって方は必ずこのね PDF チラシチェックするようにしてください。概要欄に貼ってあります。はい、本日のまとめになります。インボイス制度が10月1日からスタートしてですね、領収書請求書の要件またチェック作業ということで経理の負担が増加しております。皆さん確認作業はしっかりとしましょう。レシート領収書しっかりとチェックするような癖をつけましょう。そして2つ目です。これ本当に注意なんですけど、ダウンロードを早めにするということを必ずしてください。こういった利用明細書等もしっかり、カードの利用明細書などなどですね、遡れる期間には制限期間があります。1年以上経つとですね、遡れないとかダウンロードできないようになってる、また半年経ったらダウンロードできないというような、それぞれ各会社さんによって期限違いますので、とにかく確定申告になって慌ててダウンロードしたら昔のものがダウンロードできなかったっていう風で慌てる方がね続出すると思いますので、カードの利用明細書、その他ペイペイやこういったね電子系の決済使ってらっしゃる方、今回の ETC の利用明細書も同じくダウンロードは早めにしましょう。そして3つ目です。こちらも要注意です。今回令和5年度の確定申告はですね、早めに取り掛かるのが大正解となっております。特にですね、インボイス制度を登録して初めて消費税の申告書を作成するっていう方はですね、普段所得税の確定申告書を作るだけでもいっぱいいっぱいなのに、さらに新しい消費税の確定申告書を作らないといけない、またはですねこういったチェック作業が発生しますので、慌てて確定申告にやってもですね、もはや間に合わない、詰んだっていう状況になることが多発するんじゃないかなというふうに予想をして心配しております。今年のね確定申告は早めが絶対に正解です。いつもの確定申告よりもですね、時間がないという意識で動いていきましょう。私はオンラインサロンを運営しております。税理士川南のオンラインサロンというふうに検索していただけると出てきます。またオンラインサロンはですね、概要欄の URL かも詳細飛べるようになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。24時間好きな時に質問することができ、オンライン上に税理士を味方につけるというコンセプトで運営をしております。メリットが4つあります。まず1つ目ですね、質問と相談がいつでもすることができます。そして2つ目、メンバー全員企業経営者ばかりですので情報交換ができるということで非常に好評です。そして3つ目、私が平日毎日ビジネスに関する記事を投稿しております。そちらの記事をですね、読める権利というのが、購読権利というのがついております。4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しております。 Zoom 上で直接私に質問相談することもできますし、また他のメンバーさんと情報交換ができるということで、このサロンメンバー限定の Zoom サロンの参加権利、非常に好評です。こういった4つのポイントありますので、オンラインサロンの入会お待ちしております。はい、私はその他各 SNS もね、いろいろとやっておりますので、ぜひこちらの方フォローの方よろしくお願いします。またチャンネル登録まだよという方はチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。いいねや高評価ボタン、また感想をコメントしてくださると励みになりますので、よろしくお願いします。また冒頭に紹介したように、私はビジネス書を2冊出版しております。インボイス制度の Q&A ブック、宝島社さんから出ております。もう1冊は重版が決定しました。定理節税 Q&A ブックということで、フリーランスのバイブル本となっております。必要な情報が1冊にギュッとまとまったものになりますので、ぜひ皆さん Amazon や Kindle 版もありますので、チェックの方お願いします。こちらもすべて概要欄から飛べるようにしてあります。はい、というわけで本日の動画も最後まで見てくださってありがとうございます。 ETC というね、皆さんが仕事上でよく使うサービスの緩和措置が国税庁から9月に発表されたということで動画を撮影させていただきました。またですね、私はいろいろと
ですね、インボイス制度の動画たくさん出しております。こちらの方をしっかり見てですね、インボイス制度に対策できるよう、また今年の確定申告に慌てないよう、情報をしっかりと吸収して勉強していってください。今後もですね、自営業フリーランスに役立つ情報を上げていきますので、毎週土曜日5時半に動画投稿してますので、ぜひチャンネル登録、また感想の方いただけると嬉しいです。それでは本日の動画以上となります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。